Honeyworks Premium Live。 おお、今のさめっちゃ発音良くなかった？点数つけるとしたらね、24点かな。めっちゃ低い。このわけでさあ、本日はね、プレミアムライブハニプレをねやっていきたいと思います。なんでプレミアムライブに訳した？みんな久々、本当にハニプレの動画じゃちょっぺつぱたぱちゃ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 きみつたるたるあむさーたぴーにち。まあ、今回ねちょっとね速攻でやりたいことがあってね、ちょっと見ていくわ。今回ねあのガチャをやりたいんだけど、みんなさ、一回ガチャ画面行くね。こっからねちょっと話したいことがあって、でねこうやって来てるんですよ。こうやってね、ほら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 、ひよりちゃんがね来てると思うんですけど、ちょっとねこれよ。そう。これなのよ。俺が言いたいのは。これ言わしてほしいんだけど、俺ね、ハニプレの情報を常に見てるってわけじゃなくて、なんかね、楽曲情報はね、結構ね、頻繁に見てて、ああ、明日これ来るんだな、とかは結構把握してるんだけど、ガチャ情報に関してはね、あまりね、把握してないっていうのがあって、この間ね、DM でね、ガチャ引いた結果が来て、なんか、セナちゃんが来た、みたいな報告をいただいたんですよね。で、なんか、おめでとう、みたいな感じのことを言って、あれ？このセナちゃん俺見たことねえな、みたいなこと思ったんですよ。で、結構最近さ、セナガチャ来てたからさ、あれ？このスパンでセナ来るのかなって、ちょっと曖昧な部分があって。で、一応ツイートしたんですよ、こんな感じでね。セナガチャ来てんの？みたいな感じのツイートをしたんですよ。そしてね、みんな教えてくれるかなと思ったら、なんと、リプがゼロ。誰も教えてくれなかったのよ、結果。結果的に、この人たちが悪いって言ってるわけじゃなくて、いつもね、リプとかね、いいね、くださってる方なんで、本当にね、いつも感謝しております。まあ、結果的に言うとね、わかんなかったんですよ。セナガチャが新しいの来てるのかって。なんかさ、俺にさ、ネタバレしちゃいけないみたいな、ガチャの情報とか、最新情報教えちゃいけないよ、みたいな、なんか、規制かかってんの？昨夜さんには絶対ネタバレしちゃいけないよ、みたいな、なんか、そういう、利用規約みたいなのできた？ちょっと面白くっちゃって、ちゃっちゃっちゃ。さあ、今回はこちらのね、セナガチャらしきものを引いていこうかなと思います。ちょっとね、ガチャラインナップ見たいんだけど、ひよりちゃんね。うわ、かわいいな。ひよりちゃんもかわいいんだけど、ちょっとね、それ以上に欲しいこのセナちゃん。これ、新ガチャなのかな？新ガチャではないのかな？でも、星5だから新ガチャだよね。わかんない、結局。結局、セナがこれ新しいのかよくわかんない。とりあえず俺持ってないってことは確実なんで、星4、星5キャラだしね。いや、これを引いていきたいな。1% か、まあ、行くよ、とりあえず。前回っていうか、毎回ね、恒例のね、一連ガチャ。もう全然連じゃないんだけど、一連ガチャをちょっと引いていこうかな。どんなライブかな？絶対変なライブでしかないよ。なんか、全裸なライブみたいな。何言ってんの、これ。ショータイム？あー、榎本夏樹ちゃんごめんね、全裸のライブとか行っちゃって。さあ、引いていこうか。これなんか、日和ちゃんが出る気しかしないんだけど。それはそれでまあ嬉しいんだけどね、星5俺持ってないから。そうなの、俺持ってないの、星5。行くよ、とりあえず。さあ、今回ね、60連からできるからね、結構前置き長くなっちゃってごめんね。とっておきね、とっておきな。今回ね、毎回、待って、え、やばいかもしんない。待って、やばいかもしんない。待って、いきなりテンションがぶち上がってんだけど。結構ね、心臓が今、バクバクしてます。セナちゃん、いきなり来ましたね。さあ、ショータイムね。とりあえず、今回、セナちゃん狙いって言ったらいつも出ないんで、モナちゃん狙いって言うわ。ひよりちゃん狙いか。ひよりちゃん狙いでいきたいと思います、今回は。本当はセナちゃんが欲しいんだけど、セナちゃんが欲しいって言ったら、毎回出ないから、俺。よろしくね。だから、謎のね、ちょっと、ガンをかけていきたいと思います。いくよ。準備はいいよ。結構準備できてるから、俺。こちら。なんかね、言葉が違うんですよ、確実に。ちょっと豪華？やばい、待って。色どれじゃないんですよ。色はどれ？この曲結構好き。あ、風磨くんだ、やばい。怒られるやつだ、これ。あ、なんかバグっちゃった、ごめんね。とりあえず進んでいこうか。いや、毎回ね、風磨くん出したら俺めっちゃ怒られるから、ちょっとね、不安ですね。いやー、マジか。風磨くんか。まあ、嬉しいけどね、結構好きだから、キャラ的には。ショータイム？ここからまだ来る？さすがに来ないよね。あー、まあそうだよね。いやー、ここで来なかったか。結構きついな。まあでも一発目だからね。一発目にしては彩れ来たから最高な気はする。なんとなく。しかも発言だしね。いや、星5欲しかったなーっていうのもある。パワーアップ。パワーアップしました。いや、ひよりちゃん言ってるから絶対来たと思ったんだけどね。しかもさ、めっちゃ特別だよみたいなこと言ってなかった？昨夜さんだけは特別だよみたいなこと言ってたよね、くま丸が。さあ、やっていこうか。さあ、来い。対象年齢15歳以上の動画だからね、この動画。さあ、来て。
あーまあ来ないよね、なかなかね。うん、なんかすごい声出たな今。なんかすごい声じゃなかったなんか変な声出た気がするんだけど。こちら、あ、ハマルキャンレードでしょ、ハマルキャンレードでいくね。ありがとうございます。いつもね、いつもありがとう。ふうまくん来たね。なんか可愛いよね、ふうまくんのこのイラストが。うん、毎回言ってる気がするけど、ふうまくんについてめちゃめちゃ触れてる気がするけど、俺こんな触れなくていい。あ、出た、音ゲーなのにサッカーすんなってやつだよねこれ毎回言ってるけど俺もこれ毎回ね、恒例になってる。あ、ふうまくん来ましたね。ふうまくん祭りかな今回。セナちゃん、あ、セナちゃんダメだ、セナちゃんって言ったらダメ。あ、おしまいしましたね。なんかカレーライス食いたくなってきちゃった。さあ、ひよりちゃん、ひよりちゃんお願い、ひよりちゃん、ひよりちゃんお願い。とりあえずね、確定演出が見たい。そしたらね、私に分かった、任せる。今回は、今回はパンミパンミーを噛みそうになるっていうね。まさかのここに来てパンミーを噛みそうになるっていうね。いや、これ期待できないんだよな毎回ね。一回飛ばしていい、スキップで。これでね、虹が来たら飛ばさずにね見れるんですよね。あー、ダメっぽいね。さあ、あと30連。いや、どうだ、前回もさ、なんか背中じゃ来てこなかったからさ、今回こそ本当に引きたい。いや、今回セナちゃんって言うわ。うん、いつもひよりちゃん、さっきまでひよりちゃんって言ってたと思うんだけど、今回からね、今からね、セナちゃん狙いでいきたいと思います。セナちゃん来て、お願い、本心を伝えれば来てくれる。とっておき、いや、もうなんか期待できないんだよ、とっておきが。全然とっておきですね。うん、全然とっておきじゃないって言おうとしたらとっておきですね。めちゃめちゃごめんなさい。あ、若いっていい、若いっていい、あ、若いっていいよね、めっちゃいいよね。いや、全然良くない。若いって全然良くないよ。でもなんかロメオ切った、ロメオじゃない。なんだっけ。あーし、ちゃちゃ、何の曲だったっけ、これ。うん。柴崎愛蔵君は知ってるんだけど、君の色だっけ、これ。めっちゃ適当じゃん。曲名忘れた。なんだっけ、これ。忘れたな、とりあえず。ファンファーレか。何やらのファンファーレだった気がする。来るよ。あー、なんか花育ててんね。こんなやつ見たことはないんだけど、このイラストを。いや、私呼んだ。うん、呼んだんだけど。あ、呼んでる、めっちゃ呼んでる。あ、やばい、セナちゃん。モロモロセナ、モロモロセナ&ね、全然違うね。うん、全然違う。俺っち友達だった。いやー、マジか、ちょっと待って。いや、嬉しいけど、時間さえ忘れ笑っている。俺は時間を戻したい。さあ、毎回ね、ガチャ動画大好きって言ってくれる人いると思うんだけど、いや、今回に関してはね、俺がね、めちゃめちゃ喜んでる姿っていうのをぜひ見したい。すごいリアクションするから、俺。結構、やらせっぽいさ、俺ってさ、喜び方するけど、そういうわけじゃないからね、ガチでね、これね、本心を心の中に思ってるものを爆発させてるだけだから、ガチなんだよね。私の出番、いや、もう全然期待できないんだよね。でも今日ね、めちゃめちゃ虹が来るから、結構期待していいかもしんないね。期待していいわよって、うん、全然言ってくれないね。今日の会場は、あー、全然ダメ。これからよろしくって一回もね、使ったことないんですよ。星4ってなかなか使わないよね。星5が出ちゃったら。星4だっけ？星 4？ 星3か。でも星3ってさ、なかなか使わなくない？星4が出ちゃったらさ、なんかもう、星4以上のパーティーで組まないみんな。どうなのかな？最近あんまやってないという人もいると思うんだけど。なんか変な話してたら終わっちゃったね、勝手に。いや、これでね、もしね、セナちゃんが出なかったら、まあ、ひよりちゃんがこうやってね、雑巾で拭いてるように、体育館全体をね、雑巾で掃除するわ。さあ、やっていこうか。いや、本当に来てほしい。来るよ。ちゃんと来てくれるはず。俺はね、セナちゃんを、めちゃめちゃセナちゃん好きだから。熊丸どいて、熊丸はね、追ってほしい、俺は。熊丸の方が俺期待できる。いいよ。待って。これはね、期待していい。銅像が出てるのは、結構熱いんですよ、これ。なかなか熱い展開が待ち受けてるんですよね、皆さん。熱い展開好きでしょ？熱い展開。転換みたいな、なんか、虹なんやら、虹関数何言ってんだ俺。なんで急に数学出てきた？ハニプレの動画やっててさ、数学の問題出てくんの嫌じゃない？なんか、どんどん出していこうか、これから。虹関数とか。みんな知ってる？虹関数できる？私はできないらしいです。アリサちゃんは、虹関数できないみたいですね。待って、行けよ、セナちゃん意識してた？セナちゃん待ってる、左手に、喉が渇いた、繋ぎたいけれど、ポケットに隠れたセナちゃんと、ガムの残りカス。いや、マジかー。真夏のマジック。真夏のマジック来ちゃったかー。なんでこう来るかなー。なんか可愛いんだけどね、この二人のなんか、うん。関係？いやー、マジか。これはちょっと嫌な予感するなー。なんか来てるんだけどね、せっかく。
サク、サクちゃん、サクちゃん来たよ。サクちゃん来たからここでサクヤが、サクヤじゃねえ、セナちゃんが来る。いや、準備はいい。ずっと準備してるから。来て、お願い。あとは来るだけ。あなたが心許してくれるだけ。セナちゃん来たよ。次。ショータイム。ここでセナちゃんがショータイムしてくれるはず。え、ちょ、待って、ちょっと待って、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